はい、皆さんこんにちは。今回何かし言及させていただきたいかというと、新型の肺炎コロナウイルスに関して今韓国のテグね、京畿道テグのあたりで、まあ、ある新興宗教団体が、まあね、中で集団感染してかなりもう増えてね、400人超えてる、まあ、かなりもっと増えてるって言ってるんだけど、大変なことになってるという件に関してです。これに関してね、ちょうどですね、このチャンネル見てくれてるという韓国人、男性がいて、まあ、その彼が今からどのくらいか2年ぐらい前かな、なんか友達になりたいって言って、まあ、国際電話でかけてきましたからね。でいろいろと話をしてて、まあ、日本に対していろいろとすまないっていうふうに言ってるわけです。だから韓国からすると、まあ、日本に対して、ね、日本が言ってることは全て正しいと言って、まあ、いわゆる韓国からすると売国奴に当たるような人なんだけど、まあ、その彼まだ21歳だったかな、かけてきた時はまだ高校卒業したてぐらいだったんで、そうだから その彼がね、前からアキーラさんとお会いしたいですって言ってたんで、まあそこまで言われるのであれば、まあ、会おうかなと思って会ったんです。ということで、まあ、久々に韓国人と交流したんだけどね。で、今までだって留学仕事で数万人の韓国人と交流してきましたからね。だからもう一緒に学んだりとか一緒に住んでましたからね、寮とかでね、2人部屋3人部屋で、であとはその仕事でねいた時も隣前が韓国人、隣が韓国人の、まあ、いろいろとずっと働いてきたんで数万人の韓国人を接してきました。まあなのでね、やはりその国際経験ね、まあ、最初のうちはよくわからないんですよね。だから言葉があんまり喋れずに、英語があまり喋れずにね、留学の時に、その時っていうのは別にお互い言いたいことも言えないわけで、別に自分がその当時別に成人もね、そういう心情も何もない時でしたから、若者でしたから、言いたいことは別に韓国に対して言いたいことは何もなかったんだけど、やはり英語が上達していくと、クラスが上がっていくとね、まあ最高レベルで卒業してますけど、やはりその向こうが言いたいことを言ってくるようになるんですね。その中でやはり韓国がやっぱ日本に対して悪く言ってくる、先の大戦で日本が統治したことに対して謝罪してくれとかね、まあいろいろといろいろとね、日本に対してもう敵むき出しにする姿にちょっとへきへきとしたのが事実なんです。これはやはり最初の頃ね、まあ観光で例えば韓国に旅行行ってね、行くだけで表だけしか見てなくて、結局その本質に対してわからない人いるじゃないですか。だって自分だって韓国の人がこう来たとしてね、じゃあそのままね、じゃあ普通に嫌な態度で取るかと取ることはしませんね、最初のね時に。だからそれと一緒だと思うんです。だから結局は旅行、短期で旅行行くっていうのは、まあ、ちょちょっと韓国人と交流して分かった気になってる人もいますけど、それはやっぱり上辺だけしか分からないのかなって感じがします。自分の場合は英語が上達してね、まあいろんなところで議論してきましたよ。やっぱりそういう政治的な議論とか、あとは政治経済、まあ、他にもね、いろいろとやっぱりその文化の問題もやってきた、話し合ってきたんです。その中でやっぱりちょっとおかしいかなって思えるね、ことがかなり多くあったのが実情です。これはやっぱり実体験から来るものです。だからいわゆる最初の例えば韓国人交流人数が数十人、数百人規模だとよく分かってなかったんだけど、やっぱり数千人クラスになって気づいたかなって感じがします。数百人ぐらいちょっとおかしいなと思ってたかな。だからそこら辺がね、ぐわぐわ上達して意思疎通がしっかりできるようになってくると、いろいろと分かってくるものがあったかなって感じがします。まあそんな中でその彼というのは、割とやっぱり日本が言ってることが正しいって、韓国は嘘をついてますって言ってる感じだったんで、じゃあまあお会いしたいってことであればね、じゃあ会いましょうってなって、向こうがまあ会いたい、たまたままあ東京に行く用事があったんで行ってたんです。で池袋で焼肉、まあこの間焼肉屋行ったじゃないですか、あそこで会ったんだけど、でその彼と会ってて、その彼、まあ、21歳だけどね、うん、まあ全然そんな21歳と思えない、そんなに若いんだと思ってね、俺若く見えるからまだあれかもしれないけど、だからそんなに周りから見たらそんなに変わらないぐらい、変わらないってことはないんだけど、そんなに年の差はないぐらいね、お兄さんと弟みたいな感じだと思えるぐらいだと思ってね。で、それはさておきね、その彼がテグね、テグということ出身で、京畿道のあの辺り住んでて、その後にびっくりしたのが39度の熱が出たって言ったんです、うん、やべえじゃんと思って、さらにそれでなんだ、その最近のねニュースでテグの京畿道でいわゆる集団感染して、で
新型肺炎コロナウイルスって言われたんだけどね、 やばいなと思ったんだけど、でもまあ彼と会ってからもう10日ぐらいは経ちますので、まあ、特に問題ない、特に何も症状出て熱があるわけじゃないし、風邪みたいな症状もないので、ね、問題ないと思うんだけどね。でもその彼39度まで熱出るってことは、まあ結構インフルエンザに近いやつじゃないのかなって、風邪だとしてもうつるじゃないですか。だから結構濃厚接触だったんです。ただ食事してる時だから、あれはもう2時間半ぐらい一緒にいたかな。まあその中でまあこの距離ですよね、この距離だから、この距離で話してるんでうずってもおかしくないんだけど、結局自分はうつりませんでしたということでね、うん、まあこれからね行く国々ね、うん、アフリカがやっぱり規模多いです。前も言った通りアキーラ、カタカナアキーラ、予防接種というふうに打ってください。そうすると今まで受けた予防接種が出てきます。これは15万円かけて打ちました。何を打ったかというと、日本脳炎、腸チフス、あとはインフルエンザ、あとは狂犬病、A 型、B 型肝炎、A 型、B 型肝炎 ?C 型どっちだ ?A 型、B 型肝炎か。で、あとは破傷風ね。あとははしかと風疹の混合ワクチン。イーローフィーバー、黄熱病です。そういったものを受けて、ほぼ一通り打ちました。あとは、マラリアのね、予防薬に関して持ってこうか持ってかないか迷ってるんですよね。結局、マラリアの予防薬というのは、毎日飲まないといけないものなので、副作用もあるので、アフリカに入ってから、じゃあ毎日飲んでくると結構大変だと思うんですね。まあ、これは蚊から媒介するものなので、蚊に刺されないように極力気をつけなきゃならない。まあ、蚊をね、まあ、シューってやって、あとは、なるべく肌を露出しない格好、結構俺タンクトップ好きなんでタンクトップしますけど、まあ半袖シャツとかそういう感じ、下が短パンじゃなくて、ね、長ズボンっていうのは結構重要かなと思ってます。で、寝るとき蚊よけのね、こういうのをネットも買ったりしてみようかなと思ってるんだけど、そういった対策が必要かなって感じはします。あとはコレラね、コレラはちょっとあれかな、うん、他にも南京虫もいたりするんだけど、まあ南京虫一回やられましたからね、まあ非常に難しいですけど、まあなるときになったらしょうがないかなっていうね、運だし。野口英世もね、結局黄熱病、あれは、ま、黄熱病だったかな、まあ研究してて結局現地亡くなってますよね。だからどこで人は亡くなるかわからないし、まあ、いちいちそれをビクビクしていてもしょうがないなと思ってるんでね、まあ俺は行きますけどね、これからね。ということで現地よりもね、まあ、いろんな情報があると思いますので発信していきます。中東アフリカ中央アジアということで、まあ、中東に関してはすでに4カ国訪問させていただいています。中東ね。アフリカということで、その日本人が行かないような国々も行きます。ちょっと危ないところも行きます。中東に関しても。アフリカに関しても。これは現段階では言えないんだけど、その中でなかなかに、この YouTube なんかではなかなかね、映像提供できてね、あんまりないようなところも行きますので、楽しみにね、していただければと思います。まあ、メディアにもね、映像提供していく予定ですけど、トクラネに関してはね。なので、楽しみにしていただければと思います。皆さんもね、まあ、いろいろ大変だと思うんです。新型肺炎、コロナウイルスね。まあ、これから日本を離れますけど、あとはインフルエンザもね、完璧に収束している問題でもないと思うので、とにかく皆さんがそういったものにかからない、ね、安全に健康に、過ごされることを願っています。